Python やろうと思います。でですね、フーディニー Python ちょっとできるを今日目指したいと思います。で、まあ、Python ご存知の通り、あの一般的に広く使われているプログラム言語で、シンプルな文法だったり、そのライブラリがすごく豊富なことが、特徴としてます。で、CG ソフトに大体普及してて、あの Maya とか Max とか Nuke も全部 Python 使えるようになってますね。フーディニーではですね、Python が使える場所がまあ様々ありまして、H バッチを Python でやるようなのを、Python って呼ばれてます。もう一つがその Python シェルっていうので、フーディニーのインターフェースについてる Python シェルパネルっていうんですかね、あそこのことが Python シェルで、それはあの GUI の中で Python が実行できるインターフェースになってます。 Python シェルってこれですね。これです。まあ、ここで Python が出てたりとかするのが Python シェルになります。で、その他にも、Python SOP とか Python COP とかっていうノードがありますと。他にも、Python SHELF で、SHELF の中身を Python で書いたりできます。で、他にもパラメータスクリプトっていうので、これ、ノードの値を Python で操作って書いてあるんですけど、エクスプレッションとはまたちょっと別で、HDA を、OTL を作るときに、パラメータの挙動をこのボタンを押したら何が起きるとか、このコンボボックスのリストは Python で取得するとか、そういうふうな、パラメータのカスタムに Python を使うことができるんですね。もう一つが、カスタムパネルを使って Python で作るっていうので、Python パネルっていう機能があります。で、まあ、ちょっとこれぐらいちょっと多岐にわたって、まあ別に名称が正確である必要はないんですけど、Python ってフーディーの中でいろいろ使えるんですね。それらは、COM って呼ばれるなんか、フーディニーオブジェクトモデルっていうインターフェースで構築されてて、まあ、それがインターフェースの総称で、Python 的にそのよく使うメインモジュールっていうのは、HOU って書いてある、フーモジュールっていうのを呼ぶことになってます。で、フーモジュールの中には、そのノードだったり、UI だったり、いろんなクラスが含まれてて、まあ、ほとんど、このフーモジュールだけで、まあ、フーディーのオペレーションができるようになってます。他にも、まあ、HUtil とかっていうフーディーのユーティリティライブラリだったりとか、PySide2 ですね。これは Python パネルで使えるようなやつなんですけど、使えるモジュールがたくさん入ってます。フーディー標準で、これだけインストールされてます。その今言ってた HUtil だったり、PauseLib とか、オートリグとか、まあいろいろこれサイドエフェクトが作ってる、パッケージって言ったらいいんですかね、が、ここにインストールされてます、置いてあります。フーディニー Python Libs はサイドエフェクトが作ったやつで、サイドパッケージっていうやつはだいたいサードパーティーが他のところで作られたモジュールですね。で、この中に、なんでこれそんな分けてんのかなって感じなんですけど、そのサイトパッケージ UI フォースの方にと、PySide。UI に関するサードパーティーの、モジュールとして PySide2 ですね。PySide2 っていうのが、ここに入ってますよと。大体この3箇所に入ってるやつが、フーディの中で、ネイティブに呼ぶことができると。で、まあもちろん、Python パスを自分で追加すれば、サーバーにあるモジュールだったりとか、自分で作ったモジュール、まあ、サーバーにとかですね、いろんなところに置いた、追加モジュールを、呼び出すことも可能になります。で、ここまでが、Python の概要ですね。で、それを実際にやってみようかなと思うんですが、もういきなりやっていきましょう。Houdini を立ち上げまして、で、まあなんかどんなレイアウトでもいいんですけど、作っていただいて、テクニカルレイアウトとかだとここに Python ポート出てくるんで分かりやすいかなと思います。例えばこれ何でもいいんですけど、スフィア作って、で、そのスフィアをこの線、まあ、最初ちょっとペコッと移動するんですけど、恐れずに Python シェルにポイってドラッグドロップしてみましょう。そうすると
文字列に変換されて、でこれが foo モジュールの foo ノードクラスで、スフィア1っていうのを指定したあの Python のオブジェクトにこうまた変換してくれるんですね。ドラッグドロップで。まあ、ドラッグドロップしてエンターするとオブジェクトの中身が表示されるんですが、まあ、大体その一度変数に代入してしまった方があの便利なので、あの今回はちょっと続けていろんな処理を書きたいので n イコール n イコールっていうのを書いてからあのドラッグドロップしましょう。そうするとですね、あのエンターを押すとその n っていうのの中に n という変数の中に、このスフィアオブジェクトが代入することができます。できたらその n っていう、まあ、n でもいいですしノードって書いてもいいですし、なんか変数に代入してあげると。でここでですね、その n ってもう再び打って、ドットなんちゃらってこう打とうとすると、たくさんこのリストが出てくるんですね。でこれあの頭文字 m ってなってるんですけど、これそのオブジェクトクラス の, あのメンバーなんですね。ちょっとまあ Python の知識的なところになっちゃうんですけど、プロパティと思ってアトリビュートと思っていただいたらいいかもしれないです。 n 要するにこのスフィアオブジェクトが使えるアトリビュートメンバーがあのここにたくさん出てきます。で補足ですけど、あのそもそも foo モジュールを開いたときにはあのそこに含まれるクラスだったり f から始まるやつはファンクションですね、関数だったりとかっていうのがここでリストに出してくれるんで、まあ逐一ヘルプを見て探さなくてもまあなんとなくが出てくると。でかつそのちゃんとそのオブジェクトのクラスに対応したやつしか出てこないので、あの使えないパラメータは出てこないみたいなことになります。でまあ今回 m n 使ったら今度 par とかって打ってみると、でカッカッカッコまで打ってみましょう。そうするとですね、今度またちょっと、もっとシンプルな表示で、パラムカッコまで打つと詳細がこういうな感じで出てくるんですね。でこれ読むとまあ、セルフはちょっとあんまあの必ずある引数なんでいいんですけど、パラメパスっていうのを打ってくれたら、foo.param っていうクラスを返すよと。もしくはあのなかったら non を返すっていう、ふうなことが今書かれてるんですね。まあ下に英文で書いてありますけど、もしなかったら何も返さないというふうな、このパラム、メンバーの使い方が、書いてあります。で、まあ、スフィアに存在するのが、存在するのがっていうのも、これもなんか、パスなのでテキストを打ってみたい、打てばいいんですけど、この、打とうとしてみると、こいつに存在するパラメータ、ここですね、ここにあるやつら。の名前が候補として出てきます。今回はスケールをちょっと変えてみやってみたいと思うんで、スケールにしてこうやってやってみましょう。スケールですね。で n パラムスケールまでやったら、まあ賢いエディターだとこの後続けてもあのリスト出してくれるんですけど、一回スケールはスケールであのちょっと代入し s とかでも何でもいいんで代入しておいて、 S からまたあのプロパティを覗いてみましょう。でさっき書いてあったこの foo param っていう foo の大文字 P から始まるやつは、これはそういうクラス、なんていうんですか、そういうオブジェクトが返ってきていて、この今スケールっていうのをやったときに、今度そのパラメータが使える、メンバーが出てきたんですね。もう、オブジェクトが変わってるんで、メンバーの内容も変わってて、パラムの中にさらにパラムは入ってないんで、出てこないですね。で、パラムオブジェクトの中でどんなのが使えるかっていうと、まあ、いろいろあるんですけど、セット
っていうのが使えるので、セットで、またヘルプを見て、まあ、バリュー入れてくれみたいなことが書いてあるんで、5とか、そんな感じのことを入れます。で、これでエンターを押すと、スフィアの大きさが変わりました。で、このシェルが生きてる限りは、オブジェクトを保持されてるので、セットで1にして、スフィアの大きさを戻してあげたりとか。なんか、こんな感じで、オブジェクトの操作が、Python でできます。まあ、基本的に、まあ、今、僕、スフィア1とかやりましたけど、このスフィア2とかは、じゃあ、n=node の、これ、絶対パスで書いてあげる必要があるんですけど、スフィア1のスフィア2とか。で、やれば、まあ、スフィア2に今度置き換わったりとかします。ドラッグドロップしなくても。っていうのが、できました。で、まあ、シェルフもやってみましょうと。で、ドキュメントに、まあ、書かれてるんですけど、シェルフ、ここですね。で、シェルフ、まあ、ちょっと、そもそも、ちょっと新しいタブを、なんか、カスタムとか、なんか、適当でいいんで、で、まあ皆さん別に全然好きなところでいいので、作りましょう。そうすると空っぽのタブができますね。空っぽのシェルフのタブができます。で、この中で右クリックして、New Tool というのを押してみましょう。そうすると、今度そのシェルフの中にどんなツールを登録するかっていう UI が出てくるんですけど、まあ、名前はまあ別に何でもよくて、好きな名前を付けていただければいいと思います。まあ、この段階で保存してもいいですし、保存する前に、このスクリプトっていうタブを開いてですね、まあ、もしもう保存してしまった場合は、右クリックでエディットツールってやれば再び開けるんですけど、スクリプトって、スクリプトっていうタブの中に、ここに Python を書くことができるんですね。また、同じような、さっきの Python シェルと一緒で、保管機能ついてるんで、いろいろ書くことができます。ただし、ドキュメントに書いたんですけど、このスクリプトランゲージっていうのが、このシェルフもまた、エクスプレッションと一緒で、HScript だったり Python だったり選べるんですよ。なので、まあ、今回は Python、デフォルト Python になってるんですけど、ちゃんと Python で処理するってことを、確認しておきましょう。多分ですね、HScript モードだと、そうですね、Foo モジュールの、クラスとか出てこないですね。これがちゃんと Python になってれば、出してくれると。いうような、感じになってます。まあ、その中身は、さっきやったのと一緒で、モジュールに書いて、なんかこう、スフィアの大きさとかってやっていけばいいんですけど、シェルフって大体なんかこう、オブジェクト、選択したオブジェクトに対して何か適用するとか、そういうことが多いと思うので、なんかノード図とか、変数に、フーのセレクション、セレクテッドアイテムズとかいうやつ、まあ、打てば出てくると思うんですけど、はい。これを、書いてあげると、ノード図の中には、リスト型配列で、選択しているノードたちが入ります。で、ちょっと Python 的な文法にどんどんなってきちゃうんですけど、これを例えば for ループで、on in nodes とかってやると、まあ、ノード図リストの中を一個一個取り出して、毎回 n っていう、オブジェクトに、変数に代入することになるんで、まあこれ同じように、パラム、ゲールの、そうですね、スケールのセットとかってやってあげればいいんですけど、まあ、乱暴な書き方すれば、これ1個につなげちゃっても全然いいんで、こんな書き方、僕が今、マニュアルと違うことをやろうとします。こんな感じで、パラムの、なんかこう、続けて、
セット5とかって書いちゃっても多分できるはずなんで。で、これを、アクセプトして、保存しておいて、どうしようかな。こんなスフィアがあったとして、これらを選択して、さっきのシェルフ、ポチって押すと、そいつらが選択してたやつが、スケールが大きくなる。まあ、これ、アンドゥで戻って、じゃあこの2つだけとか、やればこの2つだけ。とかっていう風な、選択したものに対して適用するだけの書き方が、これでできます。まあ、こんな感じで、そのシェルフの中に、文を書いていけば、全然実行できるんですけど、まあ、そもそも、ちょっともうちょっと複雑な処理になってきたりとかすると、まあ、そこにいちいち書くのは大変なので、あらかじめ用意したモジュールを読んでおくこともできます。ここがフェッチ Python というのをちょっと一個作ってたんで、これ、ちょっと、この PDF 通りにちょっと書いてみたいと思うんですけど、もうさっきのやつ編集しちゃうと。まあ、リロードを入れとくのはなんか毎回ちゃんと更新されるように、もし裏で更新した時にちゃんと更新が適用されるように、リロードを入れておきます。で、フェッチメイン。はい。あ、ノーモジュールネームフェッチ。ああ、もしかしたらですね、この PDF はこうなってるけど、ロップユーティリティ入れないといけない。ごめんなさい。最初のインポートをこうしてください。ロップユーティリティのフェッチ、アズフェッチとか、なんかこんな書き方をしといていただければちょっと動くと思うんですけど、このフェッチモジュール、何かっていうと、なんかこう、ロップというか、ファイルキャッシュ。まあなんかドップがあって、ファイルキャッシュしましょうっていう時に、こいつ選択して、そのフェッチシェルフ押すと、ロップに、そいつがあらかじめもう入った、フェッチノードができると。フェッチノードってこれ、こいつのレンダリングボタンを押すと、ネットワーク的にはここで参照してるレンダーボタンを実行してくれるっていうか、ショートカットリンクシンボルリンクみたいなことをロップに作ってくれるやつですね。アウトネットワークとかに作ってくれるやつなんですけど、まあこんなのはすごくよく使うんで、シェルフ登録しておいたりとかしてます。で、まあ今日なんかニューク立ち上げちゃった。フェッチの中身自体はすごいシンプルで、さっきのセレクテッドノードで、まあなんかノードタイプとか調べて、そのファイルキャッシュだったり、アレンビックだったり、ドップ IO だったりとかしたら、それは、そいつの名前を拾ったフェッチノードを、アウトに作ってくださいね、みたいなのが書いてあります。はい。という感じで、その自分で作っといたモジュールも、ちゃんとパスが通ってれば、このシェルフにで読み込んで実行っていうのが簡単にできるようになります。というのが Python シェルフの使い方です。で、まあ注意点としては、スクリプトラングエッジ Python になっていることと、あと便利だと思う内容は Python で、まあ、あらかじめモジュールを作っておくことですね、っていうのが、要点だと思います。